ほい。おら、これが致命の一撃だ。すごいすっ飛んでったけど。アイテム取ってんだあれ。すんごいすっ飛んでったけど。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。本日からこちらのゲーム、ソルト&サンクチュアリーの実況をやっていきたいと思います。初見実況攻略をこちらのシリーズで今回はやっていきたいと思うんですけども、このゲームはですね、巷では 2D 版ダークソウルと呼ばれております。開発源のね、会社の方もデモンズソウルやダークソウルにね、とてもあのインスパイアを受けて作ったという 2D、まあ、要するにあの横スクロールゲームですね、アクションゲームになります。こちらをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今ね、ゲームを起動したばっかりなので、私も全くこれ以上は説明ができません。とりあえず丸ボタンを押してくださいってことなら押しましょう。はい、押します。新規に始まる、続ける設定、まあ、とりあえず新規に始めましょう。名前を入力してください。これプレイヤーネームなのかな。なるほどね。どうしようかな。じゃあちょっとじゃあ一回カットしますね。いきなり始まってカットします。はい、それではね、いろいろ悩んだんですけど、ルカティエル、ルカちゃんでいきましょう。オッケー。あ、ちょっと待って。これなんか丸とバツ逆になるな。ルカティエル、性別、ルカちゃんですね。女の子ですね。何これ？髪型スパイキー？すごいいっぱいあるね。なんか結構種類が。顔がすごい、なんか、なんだろうこれ。ちょっと、すごいキャラクリエイトもできるんですね。おお、ここではちょっと音楽がなくなるんですね。意外とね。ヘーゼルナッツ。はあ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 。まあ、ルカちゃんは金髪なんで、金ですね。あ、ちょ、なんだなんだ。これぐらいの金かな？ちょっと薄めな金にして。髪型、スパイキーではないね。すごいなんかね、ジャネット・ジャクソンみたいな、ね、感じのもありますけど。おかっぱ。次に進むっていうのできないけど、まあとりあえずどれがいいかな。ちょっとなかなか悩みますね。これ可愛いからこれにしようかな。なんかこれがちょっと近い感じがする。これにしようかな。ツイストアレンジ、はい、ライトゴールド、ヒゲはなしですね。ヒゲの色レイブン、瞳の色がちょっとあんまり覚えてないけど、青だったかな。じゃあ青にしようかな。出身があるの？出身はね、ミラだよ。ミラないの？ミラないんだね。ミラないわね。ミラないわね。どれがいいんだろう。顔の感じが違うんだね。コーストロック、カルヒ、カダニア、一つも知らないな。知らない国ばっかり出てきますね。すごいね。ガルグマイヤ。亡者だね、完全にね、これはね。亡者化しちゃってる状態。カダニア。ちょっとカダニアが結構あれかな、いい感じかな、肌色でね。アスカリア、リベン、学院。なんでここへ来て学院が来たのかちょっとよくわかんないけど、まあ、学問系ではないからね。なんか違いがよくわからないな。じゃあまあじゃあカダニアにしようか。ちょっとよくわからないけど。クラス、騎士、持たざるものはないの？持たざるものは今回ないんですね、多分ね、これね。平民っていうのあるよ。これ持たざるもの的な感じなのかな。なんかそうだね。なんか技持ってないし。聖職者、平民か騎士だな。まあ、でもなんか騎士とかね、なんかいきなりあれだからね。料理人。もう平民がこれ完全に持たざる者チックだから、じゃあこれにしようか。平民にしよう。ボーナス。何これ。これもなんかね、ダークソウルみたいなね、感じですね。なんかどれがいいのか全然よくわからないけど、もう初見だからね、とりあえずなんか、それっぽいやつ。なんだろう。なんかよくわからないな。傭兵の石、琥珀の像、なんだこれ、握手、掌握、握手の指輪、なんだろうね、これ。
なんかよくわかんないからな、本当に。指輪にしようかな、なんかよくわかんないけど。じゃあ次に進みます。はい、ゲーム開始します。すごいサクッと始まった。数世紀にわたって戦乱の明け暮れた世界にようやく平和の兆しが見え始めた。あなたは結婚による同盟を、異国に向かう王女を護衛することになった。長いな、早いな。これ、この任務に失敗すれば世界はより深い闇に包まれることとなるだろう。お、始まりました、ルカちゃんの冒険。お、結構スピードが速いで、ね、結構な死にゲー。あ、四角ボタンで攻撃ですね。バツジャンプ。お、なんかちょっとダクソ風だね。さあ始まりましたよ。おお、壺壊せる壊せる。なんだこいつ。おい、お前、敵襲だ。奴ら宵闇に紛れて甲板に乗り込んできやがった。身代金目当てに王女をさらうつもりだ。王女を守れ。うわ、相手、この、ちょっとパリいないの、パリパリいないの。あ、なんか投げちゃったよ。これがローリングですね。うん、 R2 ローリング。 R1 がアイテムを使うんだね。あの、まあ多分左上に書いてある感じだね。で、 L1 で武器を持ち帰ると、うん、なるほど。で、四角でアタック。今持ってる武器でアタック。はいはい、両手持ち。三角は、三角強攻撃かな。うん、バツジャンプ。丸はないですね。あ、これでガードだ。うん、 L2 ガード。パリーはないんだね。パリーはないみたいですね、今回。今回じゃねえや今回とかないわ。お、なんか打撃の音聞こえるけど、こっち敵。お、転がりやがった。うわ、相手、回避で行くしかないんだな、この野郎。来い、あ、強っ。まあね、毎回ね、平民からね、騎士になり上がりますからね。ちょっとこの武器変えてみる。この、あ、強い強い、槍何でも使ってくよ、平民だからね。とりあえず今のルカちゃんは、それそれ。あ、結構面白いかもこれ今ね、 PS ストアで1700円でダウンロードできますから。28日からですよ、8月の2016年8月20、いや違う、18日だ。これ下どうやって行くんだ。あ、降りれるんだね。バツボタンを押しながら下を押すと下降りれるんだ。なるほど。扉とか入れないのかな。入れないですね。結構面白い、これ面白いかも。向こう側ジャンプ、ジャンピー。 OK、 ゲット、なんかゲット。船から始まるんですね。さあ行きますよ、私とルカちゃんの冒険。ルカちゃん行くよ。ルカちゃん、ちょっと久々にね、1週間ぐらい会わなかったらね、目つきがだいぶ悪くなったけど、まあでもね、いろいろなね、視線をくぐり抜けてきてますからね。あ、なになになに、深淵に潜むもの。いきなりなんか強敵出てきたけど、お、でか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 、ちょっと待って、でかでか、え、おお、大抵死んだ。一発じゃん、マジで。この任務に失敗すれば世界はより深い闇に包まれることだろう。波が岩に当たり砕ける音の中で、あなたは自分が生き延びたことを知った。王女を探さなくては。いつの間にかどこかの国に仕えてたんだね。さあ起き上がりました。さあ行こう、ルカちゃん。どこだここは。ルカちゃん猫背だね。ちょっとあれだね、もう少し背筋ピンとした方がいいんじゃない。余計なお世話かもしれないけど。お、ほうほう、お前もまた岸辺に打ち上げられた漂流物の一つというわけか。お前には身を休めるサンクチュアリが必要となるだろう。だがサンクチュアリには信仰が必要だ。この岸から板を登ったところに坂ですよ、坂だよ。無種の領域がある。そこをお前の信仰に従ってサンクチュアリとするがよい。お前は新しい神を信じるものか。神を信じるかって言われたってね、こんなうさんくさい親父にね、ほう、これは珍しい、新しい神を信じないというのか。ではお前はデバラの巡礼者か。
昨今ではめっきり見かけなくなっていたが、知らない、何それ。違うと。ではいかなる神も信仰しないということか。勇敢なのか愚かなのか、それとも北方の出か。見たところお前はそこまで勇敢でも愚かでもなさそうだ。つまりお前は北方の鉄の民ということか。知らないよ、知らない。すいません、ダークソウル3から来ました。違うのか。ならば何を信じるというのだ。え、結局選ばされんのこれ。鉄の民、三神、三神かな、光の女神。よくわからんな、まあ、鉄の民って人だもんね。まあ、じゃあなんか三神にしてみる。なんか強そうじゃんね。三つの神でしょ。まあなんだろう、力と、なんだろう、大体ね、大体の感じだと三つの神っていうと力の神でしょ。うん、あと、まあ、守りの神。三つ目なんだろう、性欲の神じゃなくて、性欲の神いるか、性欲に神様なんかない。まあ、いや三神にしよう。今日この世界に生きる多くの者は王と騎士と、制定者、合ってるかなこれ、私漢字弱いですからね。すなわち三神を信仰とする。王は民に知恵を与え、騎士は戦士を戦いにおいてか守り、制定者は土上に、あ、まあ、やっぱ合ってるよね。なんかそんな感じだよね。お前は三神を信仰とするものか。もういいよ、これでいいよ。やはり三神の信奉者というわけか。合ってるかわからない、漢字が難しい。ならばこの三神の食材を受け取るがいい。なんか取ったね。なんか三振っていう。アウトーみたいな。この島は呪われてるかもしれない。あるいはお前もすでにそう思っていたのではないか。なんかよくわかんないけど、まあいいや。おじいさん殺せんのこれ。ダメだよ、ルカちゃん。NPC 殺しダメですよ。一回もやってきてないんだから、今まで。お、なんか。ロックな音楽になってきたよ。お、なにこれ。ガード中にパリ。え、パリできんじゃん。四角をしながら、ん、あ、これパリだ。パリやんだ。パリやるの、すごいね。パリやんだ。ふっ、あ、パリできんのかな、これ。パリ狙ってみようか。難しいな。なんか横だから、なんかパリーなんないな。ガードなっちゃうな。ちょっとこれ、練習が必要だわ。ちょっと、ダークソウルとちょっとパリーのあの、あれが違うわ。タイミングが。武器の変更。うん、これは武器の変更。アイテム変更。あ、この十字キーでアイテム変更ができるんですね。はははは。装備したアイテムを使用。R1。こういうことですね。はいはいはい。なんか飲んじゃったけど。はい、インベントリを開く。ああ、これです。まあメニュー画面ってことですね。うん、 OK。 これ読んだよね。あれあれ、アイテム変更。はあ、はあはあ、まあ、これはもう読んだやつだね。扉を開ける。上行けるけど行けないんだまだ。サンクチュアリの鍵を使用した。中入りました。樽ぶっ壊す。暗くね、これ。何これ。ほう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 。信仰の器を選択。自らのサンクチュアリとする。ほうほう。この食材を置くわけですね。三神の食材。おお、明るくなった。よし、行こう、ルカちゃん。なんかよくわかんないけど、これが三神かな、この後ろのが。 OK。 これ上行けんじゃない。よし、これさっきのアイテムを取りに行こう。 OK。 いいね、なんか新鮮。横スクロール風ダークソウル、超新鮮ですね。なんかワクワクするわ、久々に。進め右、何時は警戒しろ。ソルトとサンクチュアリに、すごい。ソルトとサンクチュアリ、とんでもない神。楽しい、絶望。あ、これあれか、プレイヤーの多分メッセージだ。どこまで似てんのよ。どこまで結構近しい感じにしてんのよ。ふぅ、これか、今のパリーかな。おら、これが致命の一撃だ。横スクロールでも決めていく。
痛い。おい、やめろ。それなんかデジャブだな。どっかのゲームでもそれしょっちゅうあったわ。さあ来い、こっちだ。おい、あ、なんだ、急にこっち向くのね。来い。おら、これが致命の一撃だ。すごいすっ飛んでったけど、アイテム取ってんだあれすんごいすっ飛んでったけど。おー、なんか吊るされてるよ。忍者とかね、騎士とか。扉開けます。オープン。腐食の晩餐、晩餐会場、晩祭会場。あー、敵かこれ。あれ、やめろ。地名を決めていく、そういうスタイルだ。今までそれでやっていって、ちょっと物理、ちょっと待って待って待って、なんかアイテムある、アイテムある。ちょっと待って、超えられない、超えられない。ちょっと待って待って待って、回復ないの、ルカちゃん。ちょ、回復回復。え、これ、これ、これか、回復だ、回復だ。あら、こんな、くそったれが、普通に切った方が早いんじゃないか、これ、最初の方だから。そんななんか地名でらないで。取った、ゲット。腐ったものの耳。なんだ、私の耳か。ちょっと待って。うえ、面白い。なんか面白い。なんか面白い。新鮮だわ。樽をぶち壊して、タンスをぶち壊して、いろいろぶち壊していく。いいね。ルカちゃん、暴れていこうぜ。一緒に暴れられるね。やっぱりね、この冒険心ですよ、新しい。あら、甘いぜ。これが致命の一撃だ。覚えておけ。矢はダメだな。弓矢はね、致命できないからね。このろうそくとか取れないのか、取れないんだね。上かな？向こうが飛べない。あ、飛べる飛べる。おう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 、これこれ。下から行こうか。あれ、食らった、ダメージ。大丈夫？これ結構無限湧きなんだね、敵ね。痛いぜ、クソ亡者どもが。貴様ら、いつもそうだ。あいって、待った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 、危ない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 、ちちちち、使おう使おう、危ない危ない。あいつあんなとこにいる。あいて、なんだそれ、切ったね。上じゃねえし。ほら、どけそこ、どけそこ。おダウンした。おっしゃ、チャンス。そんなに強くなかったっていうね。強いかと思ったら、ゲット。お、なんか雫ゲット。結構こっち側もいけるのかな。ああ、いてて、なになに、敵、あ、敵か、なんだよ。お、汚ねえぞお前、いきなりやがったわ。あ、いてて、こっち来んのね、来んのね。これエリアとかじゃないのね。見えない。ほら、余ったれんな。ここは戦場だ。こっち敵じゃねえの、あれ、これ敵じゃねえの、これ違うのか。こっち行きます。開かないな、どう見ても。どう見ても開きそうにはないよね。あ、こっちもじゃあ行けるってことかな。お、外行った。ゲット。ソルトの入った、なんだこれ。小さいカバン？塩が入ったってこと？コックさんのバッグかな？あれ、こんな石あった、さっき。なかったよね、これね。お、なんか出てきた。お、なんだ？なんか今一瞬。なんか一瞬今いなかった。ふわーって。気のせいかな。ルカ、あなた疲れてるのよ。X ファイルですね。モルダー、あなたちょっと疲れてるのよ。なんかちょっと、なんかいるよ。あー、いるいる。ちょっと待って、上から。あー、ちょっと、対空力ない。対空力がない。危ない危ない。ちょっと怖い怖い怖い。よしよし。飲んで、これパリ無理じゃない？パリいけんのかな、こいつ。ちょっと待って、パリ無理な気がする。パリいけるかな。ああ、バカ野郎、ふざけろてめえ。なんだこれ、この腐れタヌキ。弱えし弱えし、タヌキ。タヌキ大した力なかったし。上いけんのかな。いけないね。ギリいける。ああ、これ無理だな。いや、もう一度。いや、ダメだダメだ、何回やってもダメだ。お、なんか空中戦。なんだこれ。
あ、毒みたいななんか出たよ。エフェクト。で、デバーッなんだ、なんて言いたかったんだ、今。デバーッつったわ。面白い。いけるところがめっちゃある、これ。ゲット。聖職者の石。あれ、これ最初の贈り物だったやつ。もう取っちゃったよ。よかった、選ばなくて。大概聖職者ってそういう感じだからね。怖いよね。行ってタヌキいた場所、あれ多分上から回り込んでくんだろうな。こっち行って、このはしごかな、この登る左かな。あー、ちょっと待って、右も見てみようか。うわっ、すごい、勝ってる勝ってる。おらー、ついてくついてく、つくべしつくべし。よし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 、へへへ。私はね、平民になったの、あの旅の後だけどね、根っからの騎士よ。はめるんじゃないわよ。な、お前。湧いて出てきやがって。誰だ、お前は。さあ、こちらの、お、ここかな？よいしょ。これでアイテムゲット。旅人の瓶。なんで旅人の瓶って分かったの？なん、誰のどの瓶か分かんないでしょ。お、ショートカットゥーだね、これはね。治療、なんだろうこれ、魔法みたいな感じかな、奇跡みたいな感じ。鍵がかかってます。だ、こっちからこっちに行けると。なんちゅうの、このロック調な音楽がね、ちょっと流れてますね。ロック調な音楽が。上に行くか、あ、こっちも行けるな。ちょっと待って、どっちから行こうかな。あぶれ、なんか色がちょっと薄い瞬間があるから、敵がど、ああほら、柱に重なってると分かんねえ、一瞬。やばいな、やばいな。武器っていうよりは、あれがない。回復？回復どれなんだろう？ちょっと待って、回復。これ回復なのかな？ちょっと飲んでみようかな。R1。あ、これ回復だ。めっちゃゆっくり回復するんだ、回復が。なるほどね。結構、パリーはここぞという時に決めていかないとあれだね。やべ。やーべ！出た！おっ！盾構えていこう。せいやー！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 一刀両断じゃあ。ちょっと待って、これ。あ、あれだ、あれだ。ゲット。お、なんか防具みたいなの取った。これいいぞ。おれ！クソが、亡者ども。ちょ、これ装備してみようか。装備できんじゃない？お、取った取った。お、なんかかっこいいよ。いいよいいよ、ルカちゃん。なかなかこれは。これ何なの？何かを掴もうとする二つの手が描かれた白い指輪。身につけると倒した敵から獲得するソルトの量が増加する。結構いい指輪取っちゃったじゃん。よくわかってなかったのに。お、なんか、防御力上がった系だね、これね。ちょ、これ、あい、ちょっとの、回復使ったりとかいいな。2個ぐらい使っとく？2個使うと速度上がるみたいな。あーや、バカ野郎！今飲んでんだよ。だからお前は亡者なんだ。甘いぜ。これが致命の一撃だ、覚えておけ。あーだ、こいつら。あ、強攻撃使ってないな。三角強攻撃だからね、使っていかないとね。強攻撃使っていかないと。やっぱりやべえ、面白い、これ。やばい、これ面白い。これみんな、皆さん、これおすすめっすよ。面白い。ダークソウル好きな人好きだと思う、絶対。やっぱりね、そういう風に作ってある。どっち行こう？ちょ、右側行ってないんだよね。ちょ、一回下行く？これ面白いよ。みんなこれ面白いよ。なんかね、二人で協力プレイみたいなのもできるっぽいんですよ。ちょっとまだやってないんで全然わかんないんですけど。これさ、こっち側、こう鍵かかってんだよね。ちょっと待って。面白いと思う、これ。なんか、アクション好きな人はね、いいと思う。よかった、これ初見実況始めて。これはなかなか楽しめそうだぞ。お、アイテムじゃん。なんだ、ゲット。やった、回復。なにこれ。あ、なになに？え？なんか今、骸骨マンみたいな。なにあれ。どっか行っちゃったけど、骸骨マンみたいなの。あれ？敵いた？いねえか。ちょっと待って、あれ？これも壊せる。じゃ、なんか壊せるもんと壊せないもんがよくわからないな。こっち行ってないよね。
あ、やべえ、なんかボス出てきた。水かぶりの騎士、何それ。なんかアイテムなかった、ここ。やばいやばい。おお、わお、わお、わお、ちょっと待って、わお、おっ、わあ、くずだ、死んだ。ちょっと待って、水かぶりの騎士によってソルト917バレました。死亡した場所に戻って敵を倒すソルトを戻る。あー、なるほど。あ、やっぱり落とすんだね。ロスト方式。へえ。ちょっと行こう。走れ。いや、いい、走らない、走らない。走る必要ねえだろ。じゃあ、水かぶりのソルトまで。ソルトじゃない、なんだ、騎士まで。ちょ、カットしますね。はい、カット。はい、来ましたよ。倒しましょう。このね、水かぶりの騎士。合ってんのかな、水かぶりでね。まあ、倒しますよ、こいつ。パリいけんのかな。うわーい、あ、間違えた。あー、後ろもくんかい、それ。汚っ。あぶねー。これは避けれるね。ピョーンってね。パリいけるか。ダメか、パリ。よいしょ、回避でいくしかないか。ほっ、残念。来いよ、すい、見えてるぜ。甘いな、よいしょ、甘いぜ。あ、いやいや、回避ボタン間違えた。罰押しちゃった。つい罰押しちゃう。ああ、そういう癖がある。よっ、飲もう、回復。危ない、すい、よいしょ、回復、回復飲んどく。それか、なんだよその魔法、何回使ってくんだよそのビリビリ魔法。さあ、どう来る、月来る。月は結構そんなに距離感ないんだね。あら、どら、ふうふう、倒してやるよ。危ねえ、近距離で当たんだそれ。危ねえ、置いて。ちょっとなんか攻撃のパターンが、やべ、なんだなんだなんだ、なんか攻撃パターンがちょっと違くなってきた。よいしょ、おお、速くなってきたぞ。おいおい、待って待って待って、強くなってきた、後半になって。よし、グリ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 回復していくよ。すい、ほい、一発一発的確に。あ、違う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 、ボタン間違える。ダークソウルと間違える。攻撃ボタンと回復が違うから。そら、回避も違うんだよね、ボタンがね。ちょ、コンフィグしたい。痛い痛い痛い。まあ、でもこれに慣れた方がいいよね。そういうゲームだからね。よいしょ、すい、来いよ、来たね。今の来たねえぞ、今の来たねえぞ、それ。あ、来たねえ、マジか、こいつ。ちょっと待って、いや、面白いね、これね。はい、いきます。弱攻撃と強攻撃を組み合わせて連続攻撃ができるので、それをやりつつ回避でいきたいと思います。初見ですからね、ちょっとそれぐらいしか分かりませんけど、頑張っていきます。さあ来い、最初のボスだ。こいつを超えなければいけない。ワンツー、よいしょ。ああ、嘘、超えられなかった、なんか引っかかったんですけど。抜けられるはずなんだけどな、またを。そっ、よいしょ、強打。これでね、ちょっとね、距離を取って逃げつつ戦う。これぐらいしかない、先方が。えいて、長えだろその剣。飲みます、ごっくんちょ、エストみたいなやつ。ワンツー、よいしょ、ワンツー、よしよしよし、いいよいいよ、稼ぐ稼ぐ、ちょっとずつちょっとずつね。ダクソ式、ダクソ式はね、あんまり手数を稼がないよ。よいしょ、ワンツー、よいしょ、ひょう、よいしょ、ワンツー。相手で飛んできたぞ、なんか飛んできたよ急に。ワンツー、よいしょ、なんだ、うわーら、よし、今日決めていくよ。
あえー、あいて追撃来た。マジか剣で極上。うわう、ちょっと待って、回復してる、よかった。うわあ危ね。待って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 、どういう攻撃、どういう攻撃してくんのこれ。これ飛んでくるじゃない、これやったら飛んでくるんだよ。よっつ飛んでくる。よっはい、よっ強打オーラ。アリーチ長すぎでしょほんと。それどんな攻撃よそれ。いた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 、振り向きざまも来んのねそれ。待て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 、よっ飛んでくるの返しが来るの強攻撃。おら決まった、これが俺とルカちゃんの力だ。よっしゃー撃破したぜ、やりました、初ボスよっしゃー、砦の鍵、水かぶりの騎士の何ネックレスみたいなの取れました。これも行き止まりかな。じゃあね、次回も、やっていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。頑張ってねクリアしていきたいと思います。レベルアップとかあんのかな。あ、レベルアップあるね。レベル1でクリアしたってことかな。じゃあ、まあ、最初のボスだから、まあ、みんな倒してるんだと思うんだけど、全然よくわからないけど、はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。それではまた次回ご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。やったよ、ルカちゃん倒したよ。ナイスナイス、いいよ、いい調子いい調子。まあ、ちょっと探索してないとこあんのかな。いけないじゃん、ちょっと探索してないとこ行くべきだねこれね。お、なんだろう、あ、危ね、やばい、赤赤赤、うーす、怖い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 、やばいやばい、どうしよう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 、これどうしようどうしよう、超えらんない超えらんない、これ下段攻撃とかないの、ないない、下段攻撃ないわ、どうしようどうしよう、まずいなまずいな、こっち行くか、こっちなんだ、お、火つけた、おお、なにこれ、あ、かがり火みたいな感じこれ、あ、これかがり火だかがり火あんだ、ちょっとかなりそっくりじゃないですか、すごい嬉しいけどかがり火あんだね、これでなんかあの回復できるんだね、赤いフラスコがエストみたいなもんなんだね。あ、敵いなくなったもん、おお、なるほどね、ようできとるね、ほら今日決め、今日でね吹っ飛ぶからね、いいよね。ちょ、武器こっちにしてみようかな、こっちの強攻撃ちょっと見たね、見てないからね、あぶれ、お、強い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 、いいよいいよいい感じ、あれ犬どこ行った、おい、なかなか強い。